繊細にて大胆というのを非常に少し意識して考える段階では、かなり細やかな部分まで考える。一度決めたことに関しては、もう考え抜いた末ですから、あとはもう実行あるのみということで、多少、小さな雑音がこう聞こえてきてもあとはもう実行していくと。ただその決定に至るプロセスにおいてはかなりこう繊細な気配りであったり気遣いであったり、またこう緻密な計画であったりというのはやはり重要なんではないかなというふうに1年生は思っております。ことというのは非常に大事にしている部分がありまして、思い返したときにそのもの自体からやっぱりそのことをこう回想できるようなあのプレゼントの私からは素敵だなと。なかなか自分は実行できてませんけど、ね、やるならその方がいいなというふうに思ってます。僕ね、あの小さな時からずっと柔道をしてまして、今はもう全然してないんですけど、一応柔道三段です。でそれはもう全然離れてしまって、今はあの最近始めたばっかりなんですけど、トライアスロンを始めまして、それとあのスポーツフィッシングがもう大好きで、大体あの日本というか東京だと黒潮の夜6月から9月いっぱいぐらいまでほとんど休みであれば海に出てると、まあ、いわゆる一般でいうとカジキマグロって言われてるようなカジキなんですけど、これをかけてまして、あれはねトローリングで船で、ですから、まあ、船が好きじゃない、船と海が好きで、かつ魚釣りが好きじゃないとダメなんですけど、船トローリングってこの辺だとどうですかね、伊豆七島より南ぐらいまで行くと6月中旬ぐらいから9月いっぱいぐらいまではだいたいどこでもポイントにはなるんですけど、釣れても釣れなくても非常に楽しいというか、スポーツとか健康にいいとかそういうのは抜きにして、楽しさからいくとフィールドが大きい方が楽しいような気がするんですね。ずっとこう日本の中にいてもなんか行き詰まる感があって、今でも休みになるとどうしてもどっかに出たくなるという、そんなのはあるのかもしれないです。ですからこう海にわっと出るとなんとなく自分が解放されるというか、それとまあ自然っていい時ばっかりじゃないんで、すごいなというのも感じますし、